YouTube ご覧の皆さん、おはようございます。岡田博です。今ですね、小湊鉄道と、こちら小湊鉄道とあといすみ鉄道の終着駅、上総中野駅にいるんですけど、これからこの上総中野駅現地レポートを撮影していきたいと思います。この上総中野はやっぱりこの木造のログハウスの駅舎が独特で、シャレオツで味わい深い駅なんですよね。しかも駅舎の隣にはこんなも建物があるんですけど、これ皆さん知ってますかね。この竹なんですけど、これ実はトイレなんですよ。これ確かこれ何これ珍百景でも紹介されたかなと思うんですけど、この竹のトイレって珍しいですよね。かぐや姫のイメージのあるこの竹のトイレなんですけど、これ珍しいかなと思うんですけど、これ駅舎とコラボするとなんかこれ独特ですよね。こんな感じなんですよ。まあこれ確かなんかのドラマのドラマとか CM もなんかこの駅でもよくロケが行われてるらしいんですよね。結構有名なんですけども、で駅前がこんな感じになってますね。ちょっと遠目にすると、あーなんかこのなんかタクシー乗り場と、あと向こうになんか住宅地があるんで、ここはなんかこう山あいの町って、山あいの終着駅のような雰囲気ですね、この駅なんですけど。本当にこのね、駅舎と竹のトイレ立派ですよね。まあ駅前結構広々としてますけど、当然休日はここ多くの人た、多くの同業者とかマニア、こうこの駅を目当てに訪れる大きな友で有名なんですよね。ああこういうのもいいですよね。ああいいですね、こういうのもね。これ雪乃りさんどうでしょうかね、この駅なんですけど、すごい立派ですよね。これ駅舎の隣に竹のトイレ入れるとすごいなんか絵になりますよね。駅舎だけ映すとこんな感じなんですよね。まあ無人駅なんですけど、小湊鉄道といすみ鉄道はここが終点なんですよね。ああ、ちゃんと駅舎には時計もちゃんとついてるんですね。あ、時計があって立派ですね。中入るとこんな感じか。自販機もちゃんとあって、あ、公衆電話もちゃんとあるんですね。いやー、なんと見てもね、この上総中野駅は立派ですよ。これ竹のトイレ入れるとなんかインスタ映えしそうですよね。いや、インスタ映えしそうだな。あ、バス停入れるといいね、こういうのもね。で、そしてこちらが竹のトイレなんですけども、これ珍しいトイレですよね。これ竹のトイレって珍しいですよね。雪乃さんどう思いますかね。これ竹のトイレなんですけど、これ本当トイレなんですよ。これマジですよ。これ、あ、こちらが男子トイレなんですけど、これ以上はちょっと入れないんでごめんなさい。すごいなこれ。それにしても駅前は広々としてて、さすがこう山あいの駅って感じですよね。この竹のトイレも立派だしさ、めったにないですよね。これ確か何これ珍百景でも紹介されたような気がするんですよね。違ったっけかな。やっぱり駅舎がね、どう見たって立派なんですよ。これ反対からこれ竹のトイレ入れると絵になりそうだよな。これだと、あ、ちょっと、あ、でもなかなかいいか。あ、いいですよね、こういうのもね。いいね。真正面からだとこんな感じなんだよな。あ、いい、こういうのもいいか。あ、こういうのもいいな。雪乃りさん、この山あいの終着駅どう思いますかね。
このいすみ鉄道と小湊鉄道ってここが終点なんですよ。今なんかパンと音したけど、なんだ、何の音だ。ピストルの音だよね。なんだろう、獣のハンターがいるんでしょうかね。さっきからなんかパンと音するんですよね。なんだろう、獣、なんだろう、漁師がいるんでしょうかね。いや怖えな。あー、こういうのもなんか絵になりますよ。それでは駅舎の中に、はい、駅の中行きたいんですけど、さっきからパーンって音聞こえるけど、なんだろう、なんだろう、漁師がいるんかな。いわゆる獣を 銃で撃つハンターですかね。いわゆるそれがいるんでしょうかね。駅舎の中はこんな風になってるんですね。あーすごい、こんな風になってんだ。無人駅ではあるんですけど、あ、天井見てください。こんなに立派な絵がありますよ。いやー、立派な絵画だ。これなんか伊達店のオープニングにありそうな絵ですよね。ちゃんと時計も完備されていて、こちらにはポスターや広告とか、いろんな観光案内のなんかパンフレットとかも置いてあって、結構充実してますね。すごいですね。観光ポスターがこんなにあって、あ、駅ノートあるんですね。駅ノートちゃんとありますね。駅ノートはこの後見ますんで、ちょっと後で見たいと思います。で、あとこの駅の時刻表はこんな感じ。いすみ鉄道の時刻表、休日はこんな感じですね。みんな 1,2 時間に1本で、急行列車はこの後2時58分に出るんですかね。みんな 1,2 時間に1本で、平日だとこんな感じなんですね。みんなこちらも同じく 1,2 時間に 1,2 本ですね。そういうことですね。で、そしてこちらが小湊鉄道の時刻表なんですけど、うわ、少ねえな、何これ。小湊鉄道は平日が6本で休日が5本ですね。少ないですよ皆さん。これ雪のりさん、これ小湊線乗るときはちょっと気をつけてください。これ平日が6本で休日が5本しかないんですね。これちょっとお気をつけていただければと思います。いや少ねえな小湊線。1日5本ってこれじゃさ、なんか谷川越えの上越線並みの本数だな。もうちょっと増やせばいいんだけどね。どうなんだろう。あ、ここにも広告の、広告的なポスターがあって、あー、これいわゆるあれ、里山トロッコだ。うわー、里山トロッコいいな。これ乗ったぞ。これ俺去年乗りました。これ里山トロッコなんですけど、いやー、いいですね里山トロッコか。いやー、この待合室本当に木造製で、なんかログハウス風ですごい立派ですよね。で、こちらが駅の入り口になるんですかね。はい、こっちから入れた方がいいか。それではですね、上総中野駅の駅舎と駅前編の現地レポートはこれで終わりにしますので、次は上総中野駅のホームをレポート撮影したいと思います。時間の都合もあれなんで一旦カットしたいと思います。それでは。